どうも皆さんこんにちは。お騒がせしております。メッシー醤油です。今回の動画は2022年8月28日開催のオートテストインびわ湖夏の動画です。問題となっている東近江オートテスト2022年横転事故は現在時系列順に投稿しておりますので、もうしばらくお待ちください。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。おいっすメッシー醤油やで。今回の動画はオートテストインびわ湖2022夏やで。ウプヌジが初めて参加した大会のリベンジや。去年は最下位でとても悔しい思いをしたから、今年は少しでも順位を上げられるように頑張るんやで。去年のうちとは違うってのを見せてやるぞ。今年の参加者は去年より多くなって賑やかやったで。 AT 部門は30代参加者あったな。参加者種はもちろん第8タフトやで。去年はノーマル車で参加したけど、今回はマフラーとかエアクリバルブも交換した簡単なライトチューン仕様やで。足回りブレーキ系はドノーマルや。今年のコースレイアウトは去年より少しパワーアップしてるな。走るのが楽しみやね。それでは第1走目やで。原慎二選手、大阪府からのエントリーであります。さあもうすでに半分ぐらいコースの方が進んでおります。さあ今1回目のバックが入りました。さあこの後は、切り返しまして、はい、3、2、1、いけ、ナイスナイスシャワー。結果は 37.64 秒やったで。第2走目はもう少しタイム打ち締められるように頑張るやで。タイムは 35.27 秒やったで。約2秒縮めれたな。自分的には上出来やね。それでは今回のリザルトやで。なんと7位入賞してしまったで。やったぜ。初めて最下位から脱出できたんやで。おまけ、この時のタフト JAG のモータースポーツ誌の記事になったんやで。ジャグのモータースポーツ誌に乗るの夢だったんで、とても嬉しかったんやで。それでは、これからも頑張っていくから、応援よろしくな。ほなな。彼はまだ知らない。次の大会で横転することを。